Hog International Airport. To ensure maximum safety, please do not leave any unattended baggage. We wish you a very nice flight. This world is a music archive. Pack your things up and off to a journey with your tunes in your pocket. Navigator will be him. 草野マサムネ、ロック大陸漫遊記。皆さんこんばんは。 FM 大阪をお聞きの皆さんはおはようございます。草野マサムネです。毎週この時間は草野マサムネがお送りするロック大陸漫遊記の時間です。東京 FM から JFN38 局をネットしてお届けしてまいります。このロック大陸というのは、私草野が思春期にロックミュージックと出会い、その時にあたかも新しい大陸に上陸したかのようなワクワクがあったことに由来しています。その旅は今も続いていて、毎週1時間だけあなたにご同行願いたいと思っています。定番曲から隠れた名曲までご一緒に漫遊しましょう。ご機嫌いかがでしょうか。改めまして草野でございます。9月1週目ね、運転中の方、お仕事中の方、暇こいてる方、いろんなシチュエーションの方がいらっしゃると思いますが、ちょっとした息抜きにしていただけたら幸いです。さあ、番組の方は今日は LR で漫遊記です。ワンアーティスト特集です。スピッツとほぼ同年代の同世代のバンドで、スピッツ、シャランキュー、ウルフルズと同様に90年代中頃にブレイクしたバンドというくくられ方をしそうなバンドの一つです。中心メンバーね、黒沢健一くんが2016年に亡くなってもう8年近く経つんですが、改めて彼がいかにすごいメロディーメーカーだったかというのを振り返りつつ、 LR のナンバーで漫遊したいと思います。草野マサムネロック大陸漫遊記、今日は LR で漫遊記です。どうぞ最後までお付き合いください。それでは漫遊前にスピッツの曲を1曲聴いてもらうんですけれども、 LR の黒沢健一くんと私草野と大阪のラジオ局で同じ番組の違う曜日を担当していたことがありまして、互いにゲストとしてね出た時があったんですけれども、彼がスピッツのこの曲をカバーしてくれたなという思い出に浸りつつ、スピッツのこの曲を聴いてください。スパイダー。県いやどうもさん、大阪府横さん、東京都カルーセル巻舌さん、兵庫県ブイブイさん、東京都キミポコさん、香川県ラララ縁起右足さん、滋賀県玉木は今日も泳ぎますさん、長野県モロさん、鹿児島県波の音さん、島根県うたたね4646さん、これうたたねよろよろさん、リクエストたくさんいただきました。いつも本当にありがとうございます。スピッツ1994年5作目のアルバム空の飛び方に収録されまして、同年10作目のシングルとしてもリリースされています。スパイダー聴いてもらいました。当時のプロデューサー笹島サドリさんがシンセを弾いてくれています。草野マサムネがお送りするロック大陸漫遊記、今日は LR で漫遊記です。基本的にロック大陸は曲をフルでかけたい番組なんですが、今日はトークが乗っかりながらになるかもなのでご了承ください。この後は彼らの代表曲かな、あのナンバーからご案内いたします。
草野マサムネ、ロック大陸漫遊記。ロック大陸漫遊記。あの木のニュードー近すぐ笑えるさ、アイロニー気にしないで口笛で交わしてごらんよ、当たり前のグループに君が傷つくことがあっても、今言える言葉は Just say I love you。 草野正宗がお送りするロック大陸漫遊記、今日は LR で漫遊記です。まず聞いてもらったのは1995年オリコン1位の7作目のシングル、ノッキンオンユアドアでした。これは同年の6作目のアルバム、レッドミーロールイットにも収録されまして、アルバムの方はオリコン5位と大ヒットしました。つかみの一曲。やっぱりね、パッとしてる、この曲ね。聴いたらなんかこう、スカーってする感じあるもんね。この曲には、奈良県のともさん他リクエストいただきました。ありがとうございます。最近の黒沢秀くん、弟さんの黒沢秀くんのインタビューによると、この曲は黒沢健一くんはなんかすごい勢いで短時間で作った曲だということで、すごいなと思うけど、でもね、そういうことあるよねっていう気もするんですよ。勢いでちゃちゃちゃっと作った曲が意外とシンプルゆえに多くの人に受け入れられることっていうのはあるんですよね。これはあのスピッツで言うと空も飛べるはずとか、あれもね、あさってプレゼンするから急いで一曲作ってきてって言われて一晩で作った記憶があるんで、そういう感じに近かったのかなという気もしますが、さあここで手元の資料を見つつ LR の簡単なプロフィールを紹介しますと、まず黒沢健一くん、1968年に茨城県日立市にお生まれになりまして、高校の頃組んでたバンドラギーズというバンドでコンテストに出て、その時に審査員だった小室哲哉さんからベストコンポーザー賞を授与されてたと。結構だから若い時からすごかったんですね。で、卒業後上京した健一くんはラギーズの活動も続けますが、88年19歳で作曲家デビューするとソニーの契約作家、すごいね、契約作家ってね。で、直後にそのバンドのギタリストが脱退したために急遽弟の秀樹さんが、秀樹くんが参加して、またその後ベースドラムが脱退したことでラギーズは解散で、その後兄弟二人でデモ制作をずっと続けられたようですけれども、この頃東京の音楽仲間のベーシスト木下博晴さんとの出会いもあり、で LR 結成と。バンド名はなんか音楽の記号っぽくていいとか、黒沢兄弟のつむじが左右逆だったからとか、いろいろ諸説あるようですけれども、資料によりますとね。で、元四人林岡井大二さんのプロデュースで91年11月にデビューとなりますが、初期はキーボードがね、峰川貴子さんがね弾いてらっしゃいましたよね。で、LR はね、記憶ではね、スピッツより全然早くからなんか世の中的には話題のバンドで、ブレイクもね結構早かった気がするんだけどな。でね、なんか LR なんか羨ましいなと思ったり正直してましたね。あのレコード会社も同じ系列だったんで、よくニュースがね入ってきてたんですよね。まあでも俺の書く曲はね、あの黒沢健一くんと違ってちょっとどんくさいし、 LR みたいに売れることはないんだろうなと、遠くの存在を見るような気分だったなってちょっと振り返ると思い出しますけれども、はい。それでは初期のナンバー行ってみましょう。 LR、レイジガールという曲、個人的にめちゃめちゃ好きな曲で、この曲ね、あのスマホの小さなスピーカーとかで聞くとわからないんですけども、ドラムが完全に左に振ってあったりして、曲の展開もすごい意外性があって、ある意味すごく攻撃的な曲だなと思います。姿勢はね、これパンクなんじゃないかなというね。 LR ポップスの優等生っていうのに収まらないロックな、ある意味ちょっとパンクなバンドだと気づかされる曲ですね。それでは聞いてください。 LR でレイジーガール。待つこと嫌いな僕への奪取をパスしておいで。
LR 1992年オリコン84位のファーストアルバム Lefty in the Light からオープニングナンバー Lazy Girl 聴いてもらいました。今日は2017年のリマスターバージョンで聴いてもらいました。ラストに出てくる曲の、ラストに出てくる女性の歌声はイギリスの伝説の海賊ラジオ曲ワンダフルレディオロンドンのジングルなんですけども、これね、ザ・フーのアルバムセルアウトで使われてるやつと多分同じだと思うんですが、こういうところもね、LR しゃれてんなと思いますけどもね。さあ、LR、黒沢健一くんは、2003年から、うちのスピッツのベース、田村と、モーターワークスというバンドをやってて、関係も深いということで、田村にも LR の曲なんかリクエストしてって聞いたら、I Wanna Be With You のリクエストをくれました。この曲ね、田村曰く、今聴いても音像というか世界観が面白いということです。で、田村情報によると、LR はね、スタジオにこもっておかしくなるぐらいレコーディングに集中してたという、そういうバンドだったらしいです。そう考えるとね、LR の音源って、なんかこう、そういう作業の結晶のような作品群と言えると思います。この曲もね、メロディーがね、すごいパッとしてていいんですよね。それでは聴いてください。LR で I Wanna Be With You。LR、1992年のセカンドシングル I Wanna Be With You でした。これは同年のアルバムラフ&ラフにはアルバムバージョンで収録されていまして、こちらはオリコン97位となっています。草野マサムネがお送りするロック大陸漫遊記、今日は LR で漫遊していますが、先ほども申し上げましたけれども、大阪で曜日違いで、担当していた番組で、黒沢健一くんとこうお互いの枠にゲストで行き来するという日があったんですけれども、黒沢健一くんはスピッツのスパイダーをカバーしてくれて、そんで俺はね LR のねハロー It's Me という曲をカバーして歌ったんですけども、ハロー僕はここにいるよ、持ちきれない夢抱えて、ハロー変わらない思いを何も言わずに抱きしめる、やっぱこれねマジで美しいメロディーだなと今も思いますけれどもね、すごい。で、この曲ね2008年にスピッツ仕切りのイベントロックロックこんにちはで、その日だけのユニット黒紫という、これね、黒沢健一くんと、スピッツのさきちゃんと、田村で、3人の名前から取って黒、紫、黒沢、田村、崎山の3人で、黒紫だったんですけど、そこでもね、演奏されました。この曲ね、ノッキン・オン・ユア・ドアと共に彼らの代表曲かなと思います。それでは聴いてください。LR で、ハロー・イッツ・ミー。LR 1994年オリコン10位の6作目のシングル Hello It's Me でした。この曲には新潟県353号線の家さん他リクエストいただきました。草
草野正宗がお送りするロック大陸漫遊記、今日は LR で漫遊しています。後半は LR 後期のアルバムから漫遊していきますのでお付き合いください。 Welcome back. Here's your favorite show. 草野正宗ロック大陸漫遊記。草野正宗ロック大陸漫遊記、LR については今までリクエストも結構いただいていまして、ちょっと古めのメッセージなんですけれども、福岡県のももさんは、先日母から昔のラジオ番組で正宗さんと LR の黒沢健一さんが持ち歌交換をしてスピッツのスパイダーと LR のハローイッツミーを歌ってらっしゃったと聞いて、もっと早く生まれたかったと改めて思いましたということですけれどもね。そうなんです、もう30年近く前ですから、ももさん10代の方なので、お母様が90年代が青春の真っ只中世代だったんだろうなと思いますけれども、まあでも10代で LR 好きっていいよね。あの今の若い人にも全然普通に受けそうなエバーグリーンなメロディーの曲が多いので、もっと広がってほしくもありますね、 LR ね。ちょっとあの広げて見ていただけないでしょうか。はい、ありがとうございます。あとこの埼玉県しーちゃんさんは、木下さんのベースは曲に推進力を加えているようで好きですと。そうなんですよ、これ今回俺ヘッドホンで聞き直して LR ベースもいいなと改めて思いました。ベースライン結構攻めてる曲もありますし、ミックスもねベースの音太めだったりするので、その辺注意して聞いていただくとまた楽しいかもしれないです。ありがとうございます。草野正宗ロック大陸漫遊記、今日は LR で漫遊しています。ところでテレビ朝日の音楽番組ミュージックステーション M ステで、LR と同じ日に出演ってことがありました。これね、95年とか96年頃かなと思うんですが、テレビの音楽番組って有名人ばっかりで、なんか場違いな感じするよねって、あの俺は LR はなんかこう似た者同士みたいなあの気がしちゃって、勝手にシンパシー感じて、そういう感じで思わず話しかけたことあるんですよ。で、なんていうの、スピッツも LR もちょっとこう素人さんっぽいというか、でなんかそのやり取りを向こうもなんか覚えててくれたみたいで、最近のその黒沢秀君のインタビューでも語ってくれてましたが、これねさっきネットで調べたら95年の年末特番だったっぽいんですよね。で中森明菜さんとか安室奈美恵さんとか福山雅治さんとかが出演されてて、そりゃスピッツ素人集が際立つわなっていうあの出演陣でしたけれどもね。はい、さあ次はゲームという曲いってみましょう。今日ここまでかけたノッキングオンユアドアもあのハローイッツミもアイワナビービズユもそうですけれども、サビ始まりでガチッとこうガッチリとハートをつかまれる曲が LR 多いなと思います。なのでね、 LR やっぱサビが強いなっていうのがね、すごい武器だなというのをすごく感じる一曲でもあります。それでは聞いてください、 LR でゲーム。誰にもちょっとしたこと、それでもきっと的を集める、僕は歌うよ、ウォーウォーウォーウォLR 1995年オリコン5位の6作目のアルバム Let Me Roll It からゲーム聴いてもらいました。ベースもなんかすごい気持ちよかったですね。この曲10作目のシングルとしてリカットもされまして、オリコン10位とヒットしています。この曲には東京都のケイトの帽子さん他リクエストをいただいています。ありがとうございます。
草野マサムネがお送りしていますロック大陸漫遊記。今日は LR で漫遊してまいりましたが、漫遊最後は実質 LR のラストアルバムとなってしまったダウットからブルーを打ち抜いてという曲を聴いてもらうんですけれども、実はこのアルバムの制作期間は黒沢健一君はめっちゃ悩んで疲弊していたらしくて、バンドとしても大変な時期だったということなんですけども、この後ね、活動休止になるんですよね。でもそういう諸事情を俺は何も知らずに聞いていたので、ちゃんと力作ですごい聞き応えのあるアルバムだなと思って聞いてたんですけども、で、そんな中からね、今日はあんまり派手なキャッチーさというのはないんですけれども、何度聞いても飽きが来ないというか、聞けば聞くほどこう染みてくる、この曲を聞いてみたいと思います。LR でブルーを打ち抜いて。1997年オリコン9位の7作目のアルバム、事実上オリジナル LR のラストアルバムとなりました。ダウトからブルーを打ち抜いて聞いてもらいました。LR は、なんというかすごく真面目というか、音楽にめちゃめちゃ誠実なバンドというイメージを持ってました。誠実ゆえの悩みが多かったのかなと、あくまでこれは俺の推測ですけれどもね。そう考えるとね、多分スピッツはいい加減なとこが多いっていうのが長く続いている要因かなと思ったりもしますが、まあでも今日6曲ですけれども、たったの6曲聴いただけでも密度の濃さを感じますよね。楽曲としての密度の濃さがすごい。で、黒沢健一くん、先ほども申し上げましたが2016年に亡くなりまして、 LR としての活動はもうないんだろうけれども、2021年から弟の秀樹くんが自身のライブで LR の楽曲を歌うことを解禁されているそうです。草野マサムネロック大陸漫遊記、今日は LR で漫遊してまいりましたが、このあたりで締めとなります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日もこのコーナー行ってみましょう。ちょっぴりタイムマシン。このコーナーはロックのジャンルにとどまらず、ちょっと昔の曲なんだけど今こそラジオで聴いてみたい、そんな名曲を埋もれさせないようにあなたの脳内ミュージックライブラリに加えていただこうというコーナーです。今日掘り起こすのは森高千里さんの気分爽快です。この曲ね、ご存知の方も多いと思いますが、黒沢健一くんの作曲。改めてね、黒沢健一くん平成を代表するメロディーメーカーだなと思うんですけれども、LR 以外のシンガーに、提供した曲のクオリティもね、高いんですよ。で、今日は、そんな中から森高さんの曲ですけれども、湯川しおねさんに提供した曲もいいんだよね。すんごいどっちか迷ったんですけども、湯川さんのはまた改めてかけようかな。で、この気分爽快、このね、ポジティブなメロディーと曲展開はね、これはもう22世紀まで聞き継がれてほしいナンバーだと思います。それでは今日のちょっぴりタイムマシン聞いてください。森高千里さんで気分爽快。いよいよあいつとデートか、まったくやる気ない。
草野マサムネのロック大陸漫遊記、今日のちょっぴりタイムマシンは森高千里さん、1994年オリコン3位の22作目のシングル気分爽快でした。作詞はご本人森高さん、作曲は黒沢健一くん、編曲は森高さんやモームスのアレンジで知られる高橋由一さんです。 We'll be back for more 草野マサムネロック大陸漫遊記。お送りしてまいりました草野マサムネロック大陸漫遊記、今日は LR で漫遊記、いかがでしたでしょうか。LR テレビとかねラジオで一緒になったことはありますし、モーターワークスも見たことありますけれども、実は LR と台湾とかフェスで一緒になった記憶がなくて、これね、あのインディーズ時代にたまに対バンしてたミスチルとかザ・ブームと違って、 LR ってライブハウスシーンから出てきた人たちじゃないんだよね。それもあんのかな。なのでね、ちゃんとライブ見たことないので、そこはね心残りですかね。さあ、では来週のロック大陸漫遊記ですけれども、来週は夏の終わり曲で漫遊記です。今年の夏、この夏はすんごい暑い夏でしたが、来週は9月に入ってすっかりね、9月に入ってちょっと経つので、すっかり暑さも和らいでいる頃かなとね、そんな季節に寄り添う夏の終わり曲で満員しようと思います。あくまで草野がそういうイメージしてる曲ってだけで、実は夏の終わりを歌ってなかったりもするんですけれども、ゆるい縛りでお届けしようと思います。来週のロック大陸満員駅は夏の終わり曲で満員駅です。どうぞお楽しみに。そして番組ではメールはがきお待ちしています。あなたのリクエストやメッセージを送ってください。あなたの日常でのふとした出来事。草野さん、謎の傷が見つかったんですが、もう治りかけでした。そんな音楽とは全く関係ないメッセージも大歓迎です。宛先です。はがきは郵便番号 102-8080 東京 FM スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊記まで。郵便番号 102-8080 東京 FM スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊記までお願いします。メールは草野正宗ロック大陸漫遊記の番組サイト、そこからメールフォームでどうぞ。スピッツ草野正宗のロック大陸漫遊記、来週も同じ時間同じチャンネルで一緒にロック大陸を旅しましょう。またお会いしますよ。お元気で、草野正宗でした。